おはもる、どうも、紅茶ガーデンです。今回なんですけども、今ね、全国的に電気が足りないということでですね、このペットを私は100匹以上飼育していて、クーラーとかを使わなきゃいけない状況下になっております。ペットを飼ってる人が停電とかになってしまうと、ペットたちの命の危機になってしまいますので、なるべくね、私も節電に協力しようと思ってまして、私なりのね、節電方法を今日は動画で紹介したいと思います。よければね、ペットを飼っている皆さんも、こういうところ節電できるよとか、あれもいいよとかあったら、よかったらコメント欄で教えてください。ということで、まず一つ目なんですけども、はい、今は撮影で止めちゃってるんですけども、サーキュレーターですね。これが5000円ぐらいです。サーキュレーターをつけるとね、クーラーの効きが良くなるということで使っております。で、しかもこのサーキュレーターなんですけども、上下に動くし、左右にも動くタイプなんですよね。 YKAR-PDW-181 ヤマゼンさんのサーキュレーターです。動力もかなりありまして、ここで最大何段階かに分けて調整できますね。で、割と静かですね。で、冬場もそうなんですけども、カーテンを二重三重にしております。空気清浄機は消してます。リビングに2台あるんですけども、こちらも消してます。あとはここですね、多分電気代が一番かかるであろう、じゃあちょっと失礼して、この電球、こっち側の電球ですね。これが、爬虫類さんは自分で体温調節ができないので、こうやって外部的なもので体を温める必要があります。これがないとね、お腹の調子が悪くなります。あ、だだだだ、危ないよ、あなた危ないです。あ、なんかまた脱皮しそうだね、これ。お洋服脱げそうですね。はい、バックしてもろて、はい、ね、はいはいはい、そこが好きね。これの照明を、一番電気がね、逼迫する時間、4時から5時ですかね、その時間帯は消灯するように設定しております。設定はスイッチボットを使っております。消灯時間を2時間早めて、で、さらにその4時から5時の間は消すようにしております。で、うちにはこのホットスポット、体を温める場所ですね、これが必要なトカゲさんが2匹いますので、同じような設定にしております。で、こちらの手前の紫外線ライトですね、これは太陽ですね。太陽、脱皮を促すためにこの太陽が必要なんですけども、これはそんなに電気だらだら、危ねえな危ねえな、お前やんちゃだな、男の子だから。これはそんなに電気代を使わないので、こちらは消灯してませんね。元気ですね、あったかいから。はい、ちょっとこっちに戻ってもらって。で、クーラーはフィルターをこまめに掃除しております。これでもね、少し効きが変わるみたいです。あとは何かな、あら、キリちゃんお散歩中でしたか。あとは、我が家はリビングが少し広いので、クーラーの効率を良くするためにも、こうやって DIY でカーテンを作っております。よいしょ、あれよいしょこんな感じで、で、向こう側はキッチンです。 あとは水槽のヒーターは切ってますね、もう暖かいので。玄関にいる金魚さんたちは窓がすぐ近くにあるので、その子たちは照明をつけてないです。切ってます。つけるとこんな感じですね。これを消してます。あんまり暗いところにいると体内時計がおかしくなっちゃうんで良くないんですけども、この子たちは窓から入ってくる光で生活してます。元気ですね。あとはトイレの便座のあったかいやつを完全に切ってます。これは冬もそうですね。トイレのライトは LED にして、人感センサーでつけるようにしてます。
で2階なんですけども、このチンチラ部屋はちょっと節電は難しいですね。この除湿機をフルパワーに使って、こちらのクーラーもフィルターをこまめに掃除しつつフルパワーで使ってますね。このね、モコモコとしたチンチラさんがですね、暑さにめっぽう弱いんですね。もう25度以上になったら命の危機と言われております。なんで停電してしまうとこの子は体調崩しちゃうんですよね。ね、チナさん、はい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 。次はこちらの部屋なんですけども、ここもやはりクーラーをフィルターをこまめに掃除してるっていうか、つけたばっかなんでまだしてないです。で、お魚たちはヒーターは入れてないです。もうクーラーで一括管理にしちゃってます。ここもね、ここでメダカとかベタのブリードをしております。で、爬虫類たちもヒーターは、ここのここだけかな。ヘビもホットスポットが、暖かい場所が必要なタイプの生き物なので、ここでヒーターを使ってるぐらいですかね。まあなんかいらない気もしますけどね。ブリーダーさんに聞いてみよう。28度じゃダメですかって。元気です餌もちゃんと食べてます。この子は少し下手だけど、よいしょ、ちょっと乗っちゃった。めちゃめちゃおとなしいんですよこのヘビ。で、こちらのヤモリちゃんもここにパネルヒーターはあるんですけども、もう使ってないです。で、あとはベタさんですね。ベタさんたちもヒーターは現在使っておりません。こちらもクーラーで一括管理ですね。ここにもサーキュレーターを置いてます。これで洗濯物を乾かしてるんですけどね。はい、ということで皆さん、無理のない程度で節電のご協力をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録お願いします。寝てます？起きてます？最後までご視聴いただきありがとうございました。良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。